この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム田村ゆかりです。最近見つけた美味しいパン、あのね、神戸だっけ、安食パンっていうのがさ、なんかあるわけ。あ、なんだっけな、なんか安食パンっていうのがあんのよ。トミーズの安食パンっていうのがあって、あんこが入ってる食パンなの。でそれがさ、なんか通販とかでも買えるんだけどさ、最近なんか入手しちゃって、で 1.5 斤なんだけどさ、食パン、あん食パンね。でもう包丁で切って、でアルミでくるんで、もう速攻冷凍して、今ちびちび食べてたんだけどさ、やっぱね、あん食美味しいんだわ、めちゃくちゃ美味しいの。でも飽きるんだよねそりゃさ、そりゃそうよ。別に安食に罪はないのよ。食べ方はね、あのね、あんこがなんて言うんだろう、その食パンに ねじ込まれてる、一緒に焼いてるからさ、切るとなんて言うんだろうな、なんかパウンドケーキとかでさ、チョコレートが混じってるやつってさ、なんかうにょーんって渦みたいにちょっとマーブルでなってたりするじゃん。マーブルほどはいかないけど、なんかあんな感じであんこの部分がちょっと周りに多めにビューンってなってたりするわけ、ねじねじって。でね、だから、カットして1枚ずつにしてはいるんだけど、トーストしてもいいと思うよ、いいと思うんだけど、あんこのとこがさ焼けちゃうんじゃない。だから結構どうしていいかわかんない、難しくって、自然解凍して食べるっていうのを彼主にやってはいたんだけどさ、あのね、この間ね、ビーフシチューを作ったわけ、豚肉で。ビーフシチューかっこ豚だよね、だからね。でもあれってさ、豚肉を使ってるけど、ルーはさ、多分ビーフエキスとかが入ってるからさ、ビーフシチューだと思うのよ。ただ肉が豚なだけで、だからもうビーフシチューかっこ豚だよね。多分なんか入れる肉なんでもいいんだと思うわけいい、まあさ、自由だしさ、個人のでね、そのゆかりさ、ビーフシチューってさ、ご飯であんま食べないのよ。なケータリングとかでさ、なってたら食べるけどさ、自分家でご飯で食べないわけで、あ、暗食あるじゃんと思って、でビーフシチュー暗食つけて食べたね。だからあんこビーフシチューかっこ豚っていうなんかわけがわかんない組み合わせで食べたけど、やっぱね、パンはパンだからさ、めちゃくちゃ美味しかったよ。もう何が正解か分かんない、正直正解分かんないけど、でもなんかさすがにさ、そのあんこのとこはさ、そのまま食べてさ、でちょっとあんこついてる食パンみたいなとこになんかこうビーフシチュー乗せてさ食べたんだけどさ、美味しかったよ。バター合いそう、あん食に。もうそれは合うだろうね、だってパンだもんね。あとあんこバターみたいなのもあるしね、だからいい考えだと思うよなんだそれ。それでは小山ゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めまして、こんばんは、田村ゆかりです。で、暗食さ、もう飽きちゃったんだけどさ、でもね、ゆかり、えらいもんで、暗食はもうね、実は完食しちゃったのよ、 1.5 斤。やっぱちょっと薄めに最初にスライスしてたのが良かったんだろうなって思うんだけどさ、あとビーフシチューがね、ビーフシチューってさ、一回作ったらさ、一人だからさ、ずっと食べなきゃいけないじゃんね、2日ぐらい。だからそれで暗食の消費もね、早く進んで。ただちょっと暗食一生懸命作ってる人からしたら、なんでビーフシチュー乗せちゃったんですかって思うかもしれないから、そこはちょっとごめんなさいだけど、でもね、甘みと塩気が効いててさ、なんかちょっと美味しい感じにはなってたよ。
だしちゃんとそのままも食べたしね、うん、あとはねゆかり最近レーズンバターがさこの間食べてさレーズンバターってやっぱ美味しいなって思ってさそれでレーズンバターをお取り寄せで買ったわけなんか買ったのよちょうどお取り寄せのレーズンバター見つけてでそれがさあのね1月の31日に届きますって書いてあったわけこれ今 何日 ?27 日でしょオンエア上ねあのね1月の多分ね何日に来たんだろう14日ぐらいに来たのかなびっくりするぐらい前倒しで来ちゃってさだってそうじゃん31日に来るっつってたのにさすごい早く来ちゃってでゆかりはその前になんだろうスーパーとかに売ってるさレーズンバターあるじゃんねあれをちょっと試してみようと思ってさちょうど買った次の日に届いちゃったわけだからもうね今ねレーズンバターだらけよただその冷凍で来てるからさ通販で買ったやつはだからまだ大丈夫なんだけどなんかレーズンバターってどうやって食べるのが美味しいんだろうなって思って多分なんかねパンとかに乗せたら美味しいんだと思うんだけどあのなんていうのクラッカーとかさでもさうーん直で食べたいよねなんていうの直ってあれよなんて切らずに食べるって意味じゃないよじゃないなんていうのあの切ってなんかほら食べる やんゆかりはさ分かんないのよそのお酒飲む人ってそうやって食べるとか言うじゃんなんかそれが贅沢な食べ方だみたいに言うじゃんねたださゆかり別にお酒飲まないからさただひたすらバターをそのまま食べるだけみたいになりそうでまだやってないんだけどどうやって食べるのがいいのかなってねそれはちょっとね思ってはいるねうーん何に乗せたら美味しいんだろう暗食もうないのよあとあんそうだよね暗食そうだよなバターとあんこだもんなレーズンも合うしなそうだよなもうでも暗食ないのよまた買う取り寄せとかしちゃうのいやまあだからちょっとどうやって食べるかはまだちょっと考えてないけどねほんとねでさゆかりこの間さ前歯で食べたら美味しいもの教えてって言ったじゃんみんなにそしたらさなんかいろいろ教えてくれたんだけどさあのねそうなんか今日珍しくメールがいっぱい来てるからなんだろうと思ったら前歯で食べた美味しいものをみんな教えてくれてたのよほんとね、金魚姫さん、ゆかりんこんばんは前歯で食べると美味しいと思うものですが僕は黒棒が美味しいと思います。前歯で噛んだ方が黒棒のザクザクを感じられるからです。ゆかりは最近黒棒食べてますか？黒棒はさ、確かに美味しいと思うんだけど、ちょっと太いんだよな。あとね、ゆかりが好きな黒棒って結構ちっちゃい黒棒。え、黒棒って、あ、そっかあれだよね。多分九州のあれだもんね。お菓子だもんね。なんかね、なんつったらいいんだろう。黒い棒なんだよね。それ以外に説明のしようがないんだけど、なんつったらいいんだろう。あれよ。だからよくある、小麦、ゆかりがよく言うやつよ。昔からある日本の和のお菓子のさ、あんじゃん。小麦、お砂糖。あと何使ってんだろう牛乳とかも使ってんのかしら分かんないけどなんかそういうのでさなんかこうしっとり焼き上げましたみたいなさやつになんかコーティングされてんのよ黒砂糖がだから黒いのよ長いそれがねだから物によるんだよねなんか太い黒棒が一般的なんだけどでもなんかゆかりが好きなのは小さか黒棒っていうのがあってすっごいちっちゃいのよだけどなんていうのそう黒棒ってふわふわだからさ外カリカリ中ふわふわなのよ黒棒ってなんだけど小さか黒棒はちっちゃいから全体的にカリカリなのおやつカルパスよりは全然えおやつカルパスってどっちちっちゃい方のおやつカルパスそれともあの太い方のおやつカルパス小さいおやつカルパスよりかは全然大きいどのくらいちっちゃいんだろうなっていうかさみんなさネットとかで聞いてんだから検索をしろわかんないけどインターネットとかで聞いてるでしょラジコとかでさ
もちろん普通にねラジオで聞いてくれてる人とかさ、車の中で聞いてくれてる人とかももちろんいると思いますよ。そういう人とかはさ、まあ、ちょっと運転中だから危なかったりするから検索しないで、やっぱり検索をしないでお家に着いてから検索をしてとにかくその黒棒だともうみんな理解したと思って進めるけど、黒棒はちょっと太いからなんていうんだ、チビチビ食べるのが難しいと思うんだよな。だからまあ美味しいとは思うよ、確かに。ただ黒棒が美味しいからね。ただうーん、前歯はちょっとどうかわかんないな。あれかな、なんかペターンってしてさ、黒棒をギューってしてで、なんかこう平たくしてサクサク食べるんだったらいいかもしれないけど、できんのかな、わかんないな。あとはね、タラチーズタラさん、やっぱやめよ丸玉さん、もたらチーズタラさん、なんでやめたの、だよ丸玉さん、ゆかりんごきげんよう。前歯で食べて美味しいものですが、濃厚チーズ気分というおせんべいはいかがでしょうか。ハーベストと同じくらいの大きさなのでいけると思います。これはねもうね天才かと思ったよね。また来たよ丸玉くんの、なんていうの、食べ物に関する天才のやつ。前なんだっけ、酢豚の汁だっけ、忘れちゃった、酢豚じゃなかったかもしれない、角煮だ、角煮の汁に続いて、これは絶対美味しいわ。あの薄いさ、ちょっと塩気のある、塩気のあるっていう言葉好きだな今日、おせんべいでしょ、これはね絶対いけると思う。見つけたらぜひともやってみたいと思った。これはだからね、もうちょっと殿堂入りしたいね。これは濃厚チーズ気分、これはいいですね。じゃあ次、今タラチーズタラさんは、あ、俺か、ついに俺が来んのか。ザックサトシさんゆかりんこんばんは。刃先で食べると美味しいものですが、プリッツです。ハムスターになったつもりでカリカリ食べると美味しいです。おすすめです。55歳のザックサトシさんが教えてくれました。これはね、ゆかりもたまにやっちゃうかもしれない。プリッツとかさ、あと何、ポッキーとかもそうだけどさ、久しぶりに食べるとやっぱ美味しくってさ、でやっぱしなんかちょっとずつサク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 って食べたくなっちゃうわけ。だからねこれね、ゆかりもちょっとやりますね、わかりますね。そしてタラチーズタラさん、やっと、自分はプリッツサラダ味を前歯でカリカリカリと食べるのが好きです。プリッツは他にもトマト味やロースト味などありますが、サラダ味のあの塩加減が癖になります。ちょっとねかぶってたんだけどさ、ゆかりタラチーズタラさんに言いたいことがあるんだけどさ、そこチーズタラじゃないの前歯で食べたら美味しいものってチーズタラも美味しい気がするわ。ゆかりだってさ、プリッツと形状似てるもんね。なんか太さ的にもさそんな感じでしょ。ただチーズ部分はさサク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 ってさ高速でいけるけどさ、上と下にくっついてるタラがさ切れないと思うんだよな前歯だと。だからゆかりの予想だとチーズだけがどんどん減ってって、タラの部分がなんて言うんだろう、こうベロンって、ゆかりがよく言うさエヴァンゲリオンのこういう人いるじゃん、もう全然ラジオだから伝わんないんだけどさ、こういう人よ、なんかベロベロしてる、なんかこういうやつよ、わかるよねみんな、わかるわかんないかな、なんかさ、なんて言ってんだろう、これ説明しようがないな、なんかこうなんつったらひたもめみたいなのがさ2個さビュンビュンって攻撃するやつあるじゃん、あれよあれ、あいつの名前なんて言うんだろう、いつもわかんない、あいつみたいになると思うのよ、あいつみたいにはならないけど、なんて言ったらいいの、取り残されたタラの部分がエヴァンゲリオンの人みたいになるからちょっと難しいかなって思ったの。だからそれを見かして多分タラチーズタラさんはまあプリッツって言ったのかもななんてね思ったんだけど、わかんない、どうなのかな。そしてウイゲツさん、先日の放送で前歯で食べたら美味しいものの募集をされていましたが、クリームだけを前歯で根こそぎ持って行ったら美味しかった商品です。そんなのね募集してないんだよねこれね、前歯で根こそぎ持って行ったら美味しかったもの。なんか福岡の
いちごキララっていうお菓子があるんだって。それと、北海道のマルセイバターサンド、あと宮城県の生どら焼きって書いてあるんだけどさ、マルセイのバターサンドは確かにちょっとやってみたいけど、これって前歯でどうやって持っていくんだろう。なんか結構難しくない？前歯で持っていこうと思うの。こう口の中に一回入れて上の歯に当ててうーんって引くのかな。なんかでもまあ自分で食べるからいいけどさ、一回口に入れてもう一回出して今度その残ったビスケットの部分だけ食べるんでしょあでも下でもできんのか。でもどっちにしろ根こそぎ取ろうと思ったらやっぱこう出さなきゃいけないもんな。あとクリームは美味しいかもしれないけど残ったビスケットの部分味気ないかもね。まあもちろん美味しいと思うよ、ビスケットの部分もね。でもそこにレーズンバター乗せたらいいんじゃない？無限じゃん。そしたらもうさ、そこにレーズンバター乗せたら今度ゆかりそのレーズンバターを前歯でガーって根こそいでずっとなんかそのまま食べることになりそうな気がする。うん、なるほどね。なんかこういうのもねあるんだね。でもね募集してないんだそれ。あとそんなまどら焼きはもういろんなところにある多分。じゃあね、緑の窓口さん、ゆかりんこんばんは。私は唐揚げが好きなので時々自分で揚げています。この前はもちこチキンにはまり大量生産しました。かっこ約1キロ揚げました。ゆかりんは最近唐揚げを食べましたか？ゆかりんもね最近ね唐揚げ揚げたんですよ。唐揚げっていうか、まあ、竜田揚げになるのかな。小麦粉じゃなくって片栗粉だから多分竜田揚げになるんだろうけど、ゆかりはねそうお肉が 500g あったから 500g 揚げたんだけどさ、いつもはねミルクパンで揚げてたわけ。ミルクパンってほらちっちゃいさもう牛乳温めるためのさ小鍋みたいなのあるじゃん。あれに油入れて揚げてたんだけどさ、ちょっともう 500g 一気に揚げなきゃと思ったからちょっともうちょっとそれより大きいなんつったんだ、ちっちゃめのお鍋で揚げたわけでさ、から揚げ物とかさ全然しないからさ分かんなくってさ、なんかねなんて言うんだろこんがりしちゃったわけ。言い方は今いい表現をしてるよ。食べれるけどこんがりしてんのよ。なんつったらいいんだろうな。でなんか中がどうなってるかよく分かんなくって、時間が明らかにネットで見た時間より短いのにこんがりしちゃったから、えなんでと思って友達に写真送って聞いたら時間は何分ぐらいでいいけど最初はどっちだっけな、弱火で揚げた方がいいよって教えてくれて、で最後の何分かを強火にしたらいいわよって言われて、へーと思って。でもネットに書いてあったのはさもうなんかいきなりなんか強火でやった方がこんがりするみたいなこと書いてあったからさ、それでやったら全然ダメで、でさ友達に聞いたのでやったら全然色が違うわけだから、わー普段からやってる人って違うわと思ってね、ちょっとそこはね感心したんだよね。味もやっぱさこんがりしてる方は焦げてるからさ焦げ味じゃんね。だからいいなって思った。油の温度は難しい。そこはまあなんていうか適当だねうち一応あるんだけどね、測るやつあるんだけど、まあいっかと思ってそれは、それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム愛言葉より田村ゆかりでケセラセラ。月も綺麗もあなたと今日に見つかりたがってるほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来てめくれにうずめた吐息と好き
全部隠せてなくってね、ツンとしてこぼれた謎の涙も苦しくて愛おしい。月の才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村樹先生は褒めたたえます。お題は最後がハンバーグで終わる風情ある五七五です。一体どんな俳句が詰まっているのでしょうか。ドリンクバーメモリーさん、ヒロ。肉汁と涙あふれるハンバーグ。何があったんやろな、この人にハンバーグ、なんか辛い何かがあるのかな。ハンバーグ、しかもドリンクバーって書いてあるから、もうさ、ファミレスでのエピソードに思えてしょうがないのよ。なんかずっとこの名前だけどさ、この子はなんかね、勝手に連想しちゃうよね。じゃあ、NK さん、ヒロ。桃太郎、お腰につけたハンバーグ。風情あるかこれ面白いなと思ったけど、風情はよくわかんないわお腰にハンバーグついてたら、そうね、クマとかに襲われそうだよねわかんないけどいい匂いするもんだって、お肉のあとなんかシールがボタ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 落ちてそうだしさ、不正があるかは分かんないしさ。じゃあね、不正あるっていうのはこういうやつのこと言うんですよ。声は焦らずさん、ヒロ。鴨川のほとりであなたとハンバーグ。ほら意味全然分かんないけど、めっちゃ不正あるでしょこれ。意味は正直よく分かんないよ。鴨川のほとり、まあわかんない、テイクアウトのハンバーグを一緒に食べてるとかだったら、まあね、ありうるかもしんないよね。ただ鴨川である必要もちょっとわかんないし、まあ風情あるよ。でもこういうのよ、いやわかんない、桃太郎でもいいよ別に次のお題は最後が500円で終わる風情ある五七五です。皆さんからの才能のない俳句たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より、田村ゆかりでパンドラ&キメラ。行き止まりに言葉傷つくしかないの、どうせ心はパンドラ。いいわ、怖い、見えない方がいいこともある、だけどもう目を背けたくない。
寂しさは簡単だ。二人でいればいい。思い出も失敗だ。ためらう鎖のようで夢は覚めたっていつだって甘い。間違いさえ許すの。どこへ逃げたって早まった気持ち。優しさまで帰ろう。どうせ孤独の気まいれ。愛は紡い、いけない方に手を引きたがる。だけどこの目は悔やみたくない。きっとさよなら唇。乙女モード、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net、 yukarin@joqr.net です。ゆかりん、まあ、さ、口内炎がさ、下のなんていうんだっけ、横の方にさできててさ、なんていうの、裏側の横の方、口内炎ってさ、あの急にできんのね。一日のうちの急にできんのよ。びっくりしたわ。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる。でもね、涙が溢れる前に言わなくちゃ。見つけ